に鉄道の車両が来ましたね。あれは800系の802編成ですね。紫の JR の風道技術センターの前からこんにちは、花店です。今回は米原訓練の撮影に来ました。なかなか来ないのでカット。やっと来ました。今回の編成は下関所属の EF65-1132 と、チキ5721とチキ5713です。今回訓練のために連結されているチキ5500型は25メートルのロングレールの輸送が本用です。チキが見えないから EF65 だけの短期回送みたいですね。この列車は京都にある向こう町操車場からここ滋賀県の米原操車場まで、乗務員の機関車の運転訓練のために走らせています。機関車の運転って電車や機動車よりも難しいからでしょうね。JR 西日本の列車だからもちろん JR 西日本の機関車なんですけど、JR 西日本の EF65 の特徴として尾灯がクリアテールになっていたり、プレートがクリーム色だったりします。停車位置もっと向こうみたいなんで移動します。切り離すみたいです。切り離して気回しして機関車を京都型につけ替えるんでしょうか。気回しが始まりましたね。まずは米原型に向けて移動します。これって米原駅のホームのあたりまで行きませんよね。結構ホームの近くまで行っとるやんけ。ホームから取ればよかった。てか画質悪くね。 iPhone 12 mini の限界ということか。戻ってきましたね。左側のみ点灯しているのは近鉄のように準急なわけではなく、入れ替え中ということです。ここで地域の京都方に移動します。さてどれだけ京都方面に進むのでしょうか？ 10分くらい経って戻ってきました。よかったです。話すことも映像もないので今回はここまで。